ジョン・ジェイ・ジョン・ジェイはアメリカ合衆国の政治家、連邦最高裁判所の初代長官、ニューヨーク州知事などを務めた、アメリカ合衆国建国の父の一人とみなされる、ニューヨークで豊かな商人の家庭に生まれた、キングズ・カレッジに学ぶ、アメリカ独立への機運が高まる中で開催された大陸会議に参加し、一時は議長も務めた、アメリカ独立戦争においては、 外交官として活躍し、1783年に締結された講和条約であるパリ条約の総案作成に尽力した。政治的にはフェデラリストの立場を取った。ジェームズ・マディソン、アレクサンダー・ハミルトンと共にザ・フェデラリスト論文の執筆者となる。独立後、初代大統領のジョージ・ワシントンは、イギリスとの関係改善を図り、J を特別施設として、 イギリスへと派遣した。ここで成立したのが J 条約であったが、イギリスに対して有利な条約であるとの批判も見られた。1795年にニューヨーク州知事に就任し、1801年までその職にあった。1829年5月15日、J は自宅で池を引き取った。ありがとうございます。